ソウルコベナント生放送第4回ソルコ会議室。ついに発売日が決定しました。よかった、ねえ、はい、よかったですね本当に発売日をね、言えるっていうね、ちゃんとね、言えるっていうのが大切ですよ。本当にいついるんだみたいな曲もありましたからね。もうずっとね、コメントとかでもその発売日をこう知りたいっていう声もね、いただいてたので、やっとお伝えできて、よかったですね。はい、よかった。もうね、この日にするためになんていうんですかね、どんだけ開発陣の頑張ったか。本当ですよ。まだですか、頑張ってるかもしれない。本当にね、本当に頑張ってくれてるんですから。そうですね、ちょっとその辺のなんていうか努力もぜひ、はい、感じてもらえればっていう放送ですね、今日は。はい、そうです。はい、はい、発売日などについては後ほど改めてお話ししていきたいと思いますが、発売日も決まったということで、これからも発売まで皆様一緒に盛り上がっていきましょう。そして改めまして、皆様こんばんは。本日 MC を務めますソウルコベナントの制作をしている株式会社サードバースのモモです。前回はすみませんでした。本当ですよね。本当ですよ。確かにさらっと始まってから、はい、それに触れないとね。だってコメントにもなんか、はい、どんなあれになったんですかみたいな。いや、武器にはなってませんよみたいな。本当ですね、はい、骨を拾ってもらって2人に。いや本当にいつもいてくれるありがたみを感じました。本当ですか。ね、改めてね、はい、その2人だけの放送を見ましたけど、ね、はい、やっぱおっさん2人は見てられないですよね。そんなことないですよ。でお二人に骨を拾ってもらって、はい、ソウル作でいう救済もしてもらったので戻ってこれました。何ですか、休んでる間に結構やってたんですか。実はやってたんですか。ずる休みじゃん。大変でしたから。本当に、はいはい、本当大変だ。いや今だから言うけどね、なんか前日だか数時間前だかに出れないってなっちゃって。そうなんですよ。でも本当にやっぱり開発陣皆様も素敵だから、ファンの方々も視聴者の方も温かいコメントが多くて、本当に素敵な人たちばかりで、休んでしまったんですけど、勝手に心温かくなってました。うん、いやもう本当にありがたいです。ありがたい。皆様ありがとうございます。はい、この番組は、改めまして2024年4月19日発売予定のソウルコベナントのゲーム情報や開発秘話などマニアックトークをお届けする生放送となっております。発売日が言えるのって嬉しいですね。これ言えるの本当に嬉しいですよ。ちょっとここまで来たかっていう感じですよね。はい、ね、では、本日の出演者の方をご紹介していきたいと思います。まずはこの方、プロデューサーの岡村さんです。はい、初めて、見てくださっている方、前回に続いて見てくださっている方、本当にありがとうございます。なんと4回目です。やっと4回目で、今回もソルコの魅力をお伝え、していければと思いますので、最後までよろしくお願いします。お願いします。では続いてディレクターの下川さんです。はい、下川です。よろしくお願いします。そうですね、今日本当盛りだくさんで、もうここまでのトークでも結構膨らんじゃったぐらいなんで、頑張ってお伝えしていければと思います。そうなんですよ。はい、はいはい、ありがとうございます。そしてこちらの放送は毎度おなじみ、先端テクノロジーを持ち人生を変容させてしまうような物語を作り届ける VR 初の IP カンパニーマイディアレスト株式会社のモーキャップスタジオよりお届けしております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当毎回言いますけどね、居心地がいい。本当に放送しやすいんですよ。そうですよね。でモーションキャプチャーのね、本当のモーションキャプチャースタジオですからね。すごいですよね。はい、はい、ありがたい。ありがたいです。はい、では、早速ですが、発売日のところですよ。大丈夫ですか。病み上がりですか。病み上がりですか。すいません。だって4回目なんでまだ緊張してるとか言うじゃない。はい、ちょっと大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。病み上がりなので、ちょっと温かい目で。はい、大丈夫ですよ。はい、改めまして、発売日が決まったということですが。はい、発売日が4月の19日に、はい、決まりまして、すでに、ご存知の方もいると思うんですけども、合わせてメタクエストストアでプリオーダーも開始しました。いや、要するに予約ってことですか。予約ってことです。はい、
かっこよく言っちゃいましたけど、プリオーダーって言うんですよ。プリオーダーって言うんです。はい。で、あのソルコはね、メタクエスト2と3で、プレイステーション VR2 で、Steam にて発売予定なんですが、それぞれのがこちらの価格になります。はい。はい、プレイステーション VR2 と Steam が税込み4,950円。でメタクエスト2-3が3,990円となります。で、そして現在メタクエストストアにて行っている、プリオーダーでは、ここから、はい、出ました。通常の、ね、価格の 10% オフの価格で買うことができます。でも、ね、そうなるとね、うん、プレイステーション VR2Steam でご購入を検討されている方、プレイステーション VR2 Steam は割引がないのと気にされる方もいると思うんですが、プレイステーション VR2 と Steam については発売日から行う予定のローンチセールで同じく 10% オフのキャンペーンをする予定です。おお、はい、どのプラットフォームでも 10% オフで購入できる機会があるのすごい嬉しいですよね。はい、そうなんですよ。であのメタクエストストアのね、ページも公開されてますんで、メタクエストでのご購入を検討していただいている方はこのお得なタイミングで見逃さないように、まあ、予約プリオーダーをしていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。メタクエストストアのページか、うんうん、公式 X とかに行ったら大体リンクがありますね。であのこちらでも投稿してる X のポストに関してでもリンクも貼ってあるんで、そうですね、はい、チェックして、ここから行くのがいいんでしょうね。俺この台本で知りましたから、この割引とかで。いや嘘でしょ。いや、うっすら聞いて、うっすら聞こえてはいましたが、こんなにやるんだみたいな、はいはい、もうありがたいことです、やめてるんですよ。なんかこうやって発売日が決まるとなんかいよいよって感じですね。本当ですよね、本当、本当、じわじわとね、発売日が迫ってくる感じが、いや感慨深いですよ、うん、本当。あのこれ始まったのがってあんまりどこまで言っていいか分からない、結構前なんでそこから考えると、ね、なんていうか、うん、ゴールっていうよりは新しいスタートなのかもしれないですけどね、うん、そこまで来れたっていうのはね、うん、いや嬉しいですよ、うんうん、引き続き皆さん発売日までどうぞよろし応援をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは早速本日のゲーム情報に入っていきましょう。お願いします。まずは改めてソルコとはどんなゲームなのか下川さんお願いします。はい、ソウルコベナントは、近未来の荒廃した日本を舞台に人類と機械の壮絶な戦いを描いた VR ドラマチックアクションゲームとなっております。統治という名目で人間を粛清する人工知能とそれに抗う強化人間たちの心の葛藤を描き、主人公と一体化するような高い没入感を追求した作品となります。今までの生放送でも触れてきたんですけど、下川さんの書く物語がすごい心にぐさっと刺さるんですよね。で、死をテーマに繰り広げられている登場人物たちの心の葛藤にすごい私も心苦しくなっちゃって、またそれがすごい引きつけられるというか魅力的というか、なんかみんな救われるのかなって。なるほど、どうなんですか。いいじゃないですか、ちょっと生の感想っぽくてね。こう、いやいや、そうですね、なんて言うんだろう、自分は必死に書いてるんで、なんかこうそういう救われるとかって、そういうなんかどういう感想を持ってくれるかなみたいなことをなんか全然考えてない、とにかく面白いものを作ろうって思って書くんですよ。でも結果的に、まあそれはソウル作時代からもそうだし、実際今のソルコやってくれたユーザーの方々にもこう なんていうのかな、こういう感想をもらう機会が多いんで、まあそれはなんか自分のね、テストプレイで今デバッグとかしてますけど、そこでもねそういった感想ももらえますもんね。自分の味なのかなっていうのをそういうリアクションで教えてもらえてるっていう感じはしますけどね。うん、そういう声聞こえるとなんかこう
嬉しいですよ。あ、はい、本当ですか。それは当然です、はい、いや多分視聴者の皆様もすごい楽しみにしていると思うので、はい、あとアクションもすごいリアルで気持ち悪い敵がすごいわらわらと出てくるので、気持ち悪いです、気持ち悪いすいません、ちょっとはっきり言っちゃったんですけど、いやこういいと思いますよ、ちゃんと感想言ってる台本じゃなくてちゃんと感想言ってる感じがいいと思います。さらっと気持ち悪いって言っちゃったんですけど、はい、すごいでも臨場感ある中で戦うので、はいはい、ドキドキしますし、うん、なんといっても武器が変形できるのがとってもかっこいいなと思って、うん、そう言ってもらうためにね、うん、もうここはねかっこいいって言ってもらうためにとか、うん、その作ったところもありますから、デザインも当然そういうこうなんていうかもうインパクト与えたいっていう、こう一心でこうね今映ってるようなやつをこう一個一個丁寧に作っていって、もう実装する時も今言ってもらったみたいに気持ち悪いって言ってもらえるようにあのなんか一つずつ丁寧に組み上げていったんで、なんか開発中もだって気持ち悪いってい う、 こう開発側からの意見とかが出た時の下川さんの嬉しそうな顔嬉しい、嬉しいじゃない、やったったで嬉しいじゃない嬉しいじゃない、それは褒め言葉なんですね、うん、褒め言葉ですよ、それを糧に俺生きてますから、糧に、はい、そんなソロ子ですが、本日は骨を拾い合う者たちというテーマでゲーム内容を深掘りしていきましょう、はい、まずはこちらです。骨を拾い合う者たちという言葉から、ご覧いただいている方の中でも予想されていたかもしれませんが、まずは登場人物についてです。今までベールに包まれていたところもあるので、すごく非常に私も興味津々ですね。ではまずこちらを紹介していきましょう。未来の一部となる全ての死に感謝を。はい、人工知能イブです。じゃあこちらご説明よろしくお願いします。はい、そうですね、人工知能イブで、キャラクターボイスは、茅野愛さんになります。はい、そうですね。で実際これのね映し出されているキャラクターがどういうキャラクターかというと、人類に味方する人工知能だと。設計や誕生の経緯は不明だが、機械政府に対抗できるのはこの人工知能の力が大きいと。リンネプログラムを管理運営しており、幾多の死をその目で記録しデータベース化している。クローン体である主人公に亡き前任者たちの記憶を移植すべく死の追体験へと導くと。で、このキャラクターがいわゆるなんていうんですかね、ナビゲーターキャラというか、そうですよね、一番ユーザーと触れ合う機会の多い、うん、声も一番聞くことが多いですよね。多いです、うん、キャラクター的な死者のデータベースっていうより電脳リンボにいるキャラで、ここ死者のデータベースっていうのはそのゲーム的にホーム画面 でそこを管理運営しているキャラクターだと。で、ユーザーをナビゲートしてくれるキャラであり、その物語の語り部でもあると。でこのイブを通じてこう死者の記憶を読み解いていくという形になると。なのでなんていうのかな、結構このキャラ本当大事だったんですけど、今まで結構本当ベールに包まれてきたというか、はい、すごい可愛いですよね。そうですね、すごい好きです、うん、TGS に来ていただけた方も出会えたのはこのキャラですね。そうですね、ここね結構デザイン的にもいろいろこだわってたりしてて、うん、頭の上についてるのとか、うん、周りで、ああそうね、足回りについてるやつとかね、実機で見ると面白いんでね、この辺頑張ってもらったんです天使とかそういうイメージでした。あ、頭についてね。いや本当にね、いいとこつきます、ね。まあ、その先を言うと多分俺怒られるんだろうですけど。いやでもいいと思います。ありがとうございました。はい、じゃ続いてはこちらです。私の骨を拾って進みなさい。はい、次は、ユリア隊長です。そしてキャラクターボイスは、木下さやかさんです、はい。で今日このキャラクターはですね、強化人間部隊アバタールの女性隊長であると。デウス・エクス・マキナと交戦時に主人公をかばって死亡した。
強化人間のナギワラレリック体という特殊素材となるため、彼女の遺体をもとに製造されたスケープゴートが主人公のもとに届けられた。握りしめた武器から亡き彼女の声が響く。これからもそばで戦っていると。この人は共感役ですね。共感って教えるっていう方法で、このキャラクターもゲームの冒頭に出るキャラになっております。はい、本当このイリア隊長はゲームの中では結構特殊な登場の仕方かもしれないですね。そうですね、すごくそこも含めて、なんていうか自分的にもかなり思い入れのあるキャラクターなんで、すごくぜひ見てほしいなっては思いますけどね。じゃあここでね、今紹介したイヴとユリアが登場している部分のゲームのプレイ動画の方をお持ちしたので、ご覧ください。結構ここを動画でね、ここは使者の紹介するのはなかなかないところですね、場所的には。ここがね、電脳人望ですね。上に装着したリーネデバイスの臨時接続機能により、意識を直につなげています。主人公が、実際にここな意識がアクセスしている状態、脳内で見ている景色っていうふうになりますね。でここはもうさっき言った電脳リムでホーム画面みたいなところです。ここで物語が進行したり武器のカスタマイズをしたりする場所になると。でここを管理して死者のデータベースなんで、ここに今まで機械政府軍と戦って死んだ人間たちの記憶がいっぱい詰まっていると。リンネプログラム、つまり死の追体験を、はい、結構ね自由に歩き回ったりしたり、ね、まあ、今ちょうどねインターフェースが出てきましたけど、そうこういうふうにいじって、でここからその死者の記憶を追体験していくという形でいろいろ進行していくんで物語が。でここからその追体験、これは今まで死んだ戦士の記憶が今バーッと映し出される。それを体験することで自分の正当の経験値を何ていうんですか、高めていくというゲームの形式になっている。この奥にある建物分かりました？なんかちょっとクラゲクラゲじゃないですか？クラゲじゃ、これね、これね国会議事堂なんです。そうなんですよ。あ、侵食されてるってことですね。そう、敵に。あ、はい、めっちゃ暗い。今回ね、こういう皆さんが知ってるような場所がたくさん。そうなんですよ。ランドマーク、東京のランドマークが結構出てくると。あ、出てきた。これがね、ユリア大将 B0307 言っちゃいます。いや、もうこの数字はもうすごく大事な数字なんで。へぇー、はい、この声ってあのゲームのあの方ですよね。あの方ですか？あの方だ。100点のリアクションですね。これ、めちゃくちゃエモくないですか？やっぱあれですか、倒れてる間にこうやった。実は休んでる間にちょっと進めるっていう。はい、でもこう下川さんの、まあ、その共感というかそのイメージはもうそうなんですよね。僕ね、やっぱ強い女性を描くのが好きなんで、すげえって言われちゃった。筆が乗るんですよね。はい。なんかこういう風な共感がいたらいいなみたいな。今ちょうどユリアが言ってましたけど、私の脊椎を握りしめなさいと。で実際にね、コントローラーを利き手のコントローラーを握ると剣が出ると。それを今ユリアから教えてもらって。こういう風に実際にこうやってみなさい、やってみなさいってユリアから教えてもらいながらこうチュートリアルが進んでいく。ユリアのそのキャスティングが一番最初に決まりましたね。開発の中で。これは保護者の方も気づいてる方いらっしゃると思います。やっぱりこのぜひお願いしたいっていうところで、そうですね。もう最初に決まった。あ、両手持ち。で、こういうふうに片手で握ったものをもう片方の手で握ると。変形する。基本的に武器っていろんな種類あるんですけど、この基本操作は全部一緒。利き手を握ると脊椎型の武器が出てきて、さらにその柄の部分をもう一回握ると両手持ちになって、
武器が変形すると。でちなみに片手の時はこういうふうに縦を出せるようで、防御はあのしやすい、バランスよく戦える。両手の時はもう攻撃とか、で実際自分こうやってますけど、本当にこういうふうにあのなんていうのポーズを取りながらこう戦っている。あ、これね、あの前回伝えたフィニッシュブロー、ああいうふうにね、変形ダウン状態の敵を変形武器でぶん殴ると、あの敵が遠くに飛んで、あの勢いよく飛んでいくんで、それであの他の雑魚も巻き込んで倒せる。なんか爽快感ありそうですね。そう、あれ気持ちいいですよ。でこっからあれかな、あのあそうだ、じゃあたあの実際戦ってみなさい。まあ、ああいう風にここチュートリアなんでそんな数多くないですけど、うんうんうん、敵がねわらわらってくるんで、うんうん、あの吹っ飛ばしながら、あのより効率的に敵の数をいっぺんに倒していくと、あのクリアしやすいっていうゲーム性が。悲しんでる時間はチュートリアルステージはかなりこう時間かけて作りましたよね。そう、まあ、なんつってもあのユリア の, あの大切なシーンなんで、あのなんていうか、あのただチュートリアルってわけじゃなくって、物語的にも結構あの大事なことを言ってたりするんで、その辺は演出も、あの本当現場の演出の子も頑張ってくれてたりするんで、そうですね、なんでここはその演出的にも重要だし、ゲームのこの冒頭部分としても、まあ初めて VR のゲームを遊ぶ方もいると思うんで、少しずつ少しずつ丁寧にあの操作の段階みたいのをこう分かっていただけるように、こう なんかね、一回作ってはやっぱ順番変えようとか、プログラムめっちゃこだわってましたね。プログラムはね、あのねキャラクターはね、やっぱね自分もやっぱあの声はこうだって決まってるし、あのさんもあのキャラだって分かってるから、あのキャラって言ったらいいんですけど、あの自分の持ってるあの最初のこう共感キャラみたいなの方が分かってるから、あのすごく大事なんで、このホログラム的なエフェクトとかを開発の人に載せていただいたんですけど、あのこの体にかかるアウトラインにかかるそのエフェクトの強さと、あの顔にかかる強さを変えてもらったりとかして、あのそのに何で知らないいや俺それは分かそれは知らなかった。いや同じようにかかっちゃうとね、顔にちょっと強めにかかっちゃったりとかするので、そういう調整をして、うん、結構細かく調整を貸してもらった場所です。こだわり部分がある、うん、もう今コメントも見たんですけど、視聴者の皆様、クラゲさんがいっぱいってあのクラゲじゃないのよ。でもでもコメントではあの人のこと気づいてくれてる方もね、気づいてる方がいらっしゃいますよ。さすがですね、さすが、はい、ありがたい、ありがたい、はい、ありがたいです。 VR 初心者でも楽しめますか。でもちろん、はい、もちろんそれをそういうタイトルになれるように調整したということもあって、まさにあのチュートリアルはそうなるようにしたし、うんうん、あとあの、ね、追体験っていう形式で作ってるので、うんうん、あのバトル自体が一回聞いたらその記憶をもう一回すぐにあの再生させることができる。このチュートリアルもね、何度もやれるようには作ってあるんですよ今のところ。なんであの難しかったらあのもう一回やることもできる、チュートリアル自体何度もあのすぐに。だから慣れるまでね、あの VR の操作自体が今回初めてだって人もいるかもしれない、うん、そういう人はあのよりその自分がああできるなっていうところまでちょっとチュートリアルをやってもらえるといいのかなと思います。チュートリアルでも物語性があってすごい素敵だなと思いました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では続いて他の登場人物も見ていきましょうか、はい、続いてはこちらです、はい、屍を乗り越えろ、そこが未来だ。はい、タイガ隊長、キャラクターボイスは、竹内俊介さん、はい、ワイルドな見た目ですね。いいですか、あんまタイプじゃない、あんまタイプじゃない、それは黒川も説明言ったほうが覆しますよ、それ多分実際やってもらったら、はい、強化人間部隊アバタールの隊長格の人、亡きユリア隊長と同期でありサイコさんのメンバー、歴代最強と歌われ多くのデウスエクスマキナを葬ってきた。その実績から神殺しの意味を持つ。輪廻計画の一環として彼自身が培った戦闘技術を主人公に引き継がせようとする。寡黙な男で部下をフォードも呼ばわりするが、それでも彼を慕う隊員たちは多いと。本当かっこいいんですよ。へー、あの一緒にこう戦うシーンも多いんですけど、うんうん、とにかくかっこいい、うん、
あのね、このキャラクターはね、なんかこう、あのね、シナリオとかね、あの物語書く人がよくそのキャラクターが勝手に喋り出すみたいな、うん、このキャラは結構そうだ、あの書いてる間に結構なんていうんですか、ね、なんか頭の中でこう動かさなきゃとか、こうしないと面白くならないとかって、そのクリエイターのこうなんていうんですかね、あの教科書とかと関係なく、なんとなくあのこいつから喋ってくれて、なんか自分が思ってたのとは結構違う形で、あの物語がこう出来上がっていったみたいな。へー。でもこれむちゃくちゃアホって言われるじゃないですか。それもじゃあ下川さんの中でこうどん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 出てきた、ね、出てきた。いやでもそのね、それ本当にこいつがなんか、あの まずデザインが先に出来上がるんで、うん、デザインを見ながらなんかこいつどんなこと言うんだろうみたいな、でその口癖とかが出来上がってきたみたいな。何度もそのセリフをその第1個第2個第3個で結構キャラクターって調整されていって結構変わるんですけど、うん、こいつ最初からあの喋り方だったかな。はい、うん、ありがとうございます。では続いてはこちらのキャラクターです、どうぞ。はい、私のいないところで死んだら殺すからね。はい、サラです。でキャラクターボイスは真央さんです。はい、大河隊長の右腕である女性隊員、輪廻計画を進める上で重要な役割を担っているため、主人公を常に近くで感じた。主人公が死亡した際に彼女が保存された輪廻デバイスを持ち帰るのは彼女の使命、本人曰くあなたの死に様を一番近くに、目が死んだ。そして日本的気づいてなかったですけど、俺自分で書いたセリフ自分で読まなきゃいけないこれなかなか恥ずかしいですね。下川さんの真骨頂ちょっと、いや恥ずかしいなこれ。まあまあまあこういうセリフを言う、なんかちょっと可愛いってつぶやいてますけど、うん、すごい可愛いけどなんかクールな感じなんですね、ちょっと見た目に合わず。いやでもこの あんまり今の段階でね、あの説明しづらいキャラなんですけど、個人的にはもうこれ下川ワールド、ザ・下川ワールドのキャラクターっていう。へー。もちろんね、他のキャラクターも、うん、あの下川ワールドって感じるキャラクターなんですけど、ダントツというか、へー、下川さんのシナリオを象徴するようなキャラクターだなっていうのはこう今回すごく強く思ったキャラクター。立ち位置的にもすごい重要で、あの主人公ってその言ったら死んで、うんうん、あの次のクローンに記憶を引き継ぐっていう、うんうんうん、それを輪廻と呼んで、それを繰り返して戦闘の経験値を引き継ぐっていうキャラクターですけど、その次のクローン体記憶を渡すためには彼女があの常に監視して、うん、その輪廻デバイスっていうのを持ち帰らなきゃいけないっていう、うん、だからこうずっとあの主人公の死を一番近くで見続けているっていうキャラクターになる。このキャラクターもそうだな、あのやっぱあの大河とは違って、あの大河は男なんで結構自分であのさっき勝手に喋り出したって言いましたけど、女性なんで、俺女性じゃないんで、あのなんていうか結構女性キャラって考えて書かなきゃいけなくて苦労するんですけど、このキャラクターもやっぱりそのまあ、タイガほどあの性別が一緒じゃないんで、そのスッとは出てこなかったですけど、割とこうデザインが出来上がった後にそんなにこう苦労せず、まあ、さっき言った第1個第2個第3個で変わっていくっていう意味で言うと、あんまこのキャラも変わってないのかなって。早くねこう皆さんにも出会ってほしいな。うん、ちょっとすごい気になります、今の話聞いて。でも喋りながら思い出しましたけど、結構岡村さんとね、この片方の髪の長さをデザインの時に結構話し合った記憶が、うん、あそうですね、あのちょっとね、アシンメトリーっていうのかな、この辺もね結構こだわって、うん、ただね、ここ性格をデザインに表したいっていうのもあったので、うん、そういうのをいろいろ調整しましたね。わあ、ちょっともう気になります、もっと聞きたい。でもね、このままいくと下川さん全部喋る、ね、自分も全部喋っちゃう。でもあと1ヶ月、1ヶ月 ?4 月19日なんで、はい、お待ちください。はい、はい、ではありがとうございます。続いてはこちらのキャラクターです、どうぞ。これから頼むぜ
相棒。はい、エイト。はい、特訓でキャラクターボイスは、木村良平さんです。はい、はい、主人公と同じ舞台の初対面から慣れ慣れしく主人公を相棒と社交的な性格だが、その内側には強い死への覚悟を持って他人との距離を縮めるのが早いのもいつ死ぬか分からないという思いから輪廻の代償として人らしさを失っていく主人公を気遣い言葉をかける。はい、エイトもすごくこう面白いポジションのキャラクターだなっていうのがすごく印象にあって、うん、で今回その死がテーマになってるんで、やっぱそのそれぞれのキャラクターにその死のテーマがね付随してる中で、なんかそのちょっとこのエイトはね生を感じるんですよね、うん、なんでそれはすごくこれも皆さんにね早く出会ってほしいんですけど、そうですね、あのキャラともまたちょっとこう違う感じがね、でも本当岡野さんが言った通りで結構そのっていうテーマでゲーム全体作ってるんで、そのテーマを際立たせるためにちょっと用意した登場してもらったキャラクターになってはいて、なんていうのかな、こんなあの絶望的な状況だったりなんかあのハードな世界だけど強く生きてるっていうキャラクターかな、うん、ポジティブ枠です。ポジティブ枠です。ポジティブ枠。でもそこはなんていうかただポジティブっていうんじゃなくて、そのポジティブに至った経緯みたいなところがゲーム中語られてるんで、そこにこうなんていうのかな、死っていうテーマに対してこいつなりの答えを持って、あのそう全部に共通してるんですけど、やっぱみんなこう必死に戦わないと生きられないっていう状況で、まあ、死が身近にある中でそれぞれがキャラクターがその死っていうテーマに向かい合ってなんかこうそれぞれの答えを持ってる。でこいつは結構まっすぐそのテーマに対して答えを持ってるキャラクターになってるかな。やっぱ死をテーマにしてるからか、今コメントでもダメだもう全員死にそうに見えるって視聴者の方がおっしゃってます。はい、あと1ヶ月なんで、ね、気になっちゃうけど気になっちゃう、みんなもうじゃあ次行きましょうか。行きましょう。コメントにもね拾いたいんだけど次行きましょうか。はい、でここで今紹介したタイガ隊長、サラエイトと一緒にこう戦闘をしているゲーム内動画をお持ちしました。はい、で今までこうバトルシーンはねこう細切れでお見せすることも多かったので、あの今回は長めに撮っている動画なので、ぜひまあそれを見ながらいろいろとコメントしていけたらなと思うんで、じゃあ動画の方をお願いします。はい、まあここも前任者の記憶が再現されて、あれ分かります？あれ、今東京でもあります。東京です。木が生えてるみたいな。あでもね、木結果的に木になるようにイメージして。あ、東京タワーですか？あ、惜しい。これね、スカイツリーなんですね。スカイツリーか。なのになんで何も言わない。はい。まあでもね、今ゲームで映ってます。こういう風にね、結構ねボイスオーバーもね、結構着目してほしいところで。もしかして。人の心を捨てたっていうんですか。こういうふうに戦闘中にこうやって会話を交わすことで結構キャラクター性が分かるという。そうやってだんまりになるのも分かるよ。今回下川さんがこの戦闘中に喋らせてるんですよ。噛んじゃいましたけど、めちゃくちゃ喋ります、ね。はい、で、ある意味まあ、物語が進むというのもちょっと違うんですけど、こう物語が少し戦闘中でも笑えていく。それを言った情感もすぐに死んだ。仲間が話しかけてなんか一緒に戦ってる、うん、そう、それを出したかったし、なんだろう、やっぱ臨場 VR ならではの部分ってやっぱ臨場感の部分だけど、そのだって画面を覆ってゲームの画面しかないですよ。普通テレビを前にしてたら何ていうの、別のゲーム外の世界が見えると思うんですけど、やっぱ本当に入り込んでほしいんで、臨場感を高める意味でも、ボイスオーバーってところすごく重宝したというか、すごくそう頑張ったところを忘れてきた。なんでね、こうバトルっていう意味でも何度もこう遊びたくなるようには調整はしてるんですけど、
このセリフをね、あの戦いながらなんで、あのいろいろ何度も聞いて見たいっていう気持ちでもこのバトルを何度もやるっていう歩道橋になってくるんですよね。むしろそこで涙を流すよね。めちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、あれまた気持ち悪い。大丈夫あのなんか何ですか、抱えてるなんかこれ全部ね、あのガーモチーフのデウスエクスマヒナで、はい、あの、ま、この本体自身が母親であるとするならば、はい、そのお腹の中にあるのは幼虫。あのうにょうにょしてるのなんだろうと思ったら幼虫ですね。幼虫です。気持ち悪いわ。そう言ってもらったように、いや、俺さんも100点のリアクションですけど、ね、はい、なんだろうと思ったら、いやいや、でも俺これ会心のデザインができたと思う。一番好きです。あ、これ、ね、ちなみにバトル的にダウンすると、あの、ごめんなさい、あの、あ、赤く光ってるとこ弱点なんですよ。あの光ってるとこで、幼虫の部分で頭の部分も赤くなってる。で、あの赤くな頭の部分とかは今ダウンした時にこう高くなるんで、デモニックバスも打てます、ね、あの敵のドロップアイテムを利き手じゃない方で集めていくと、ここにエネルギーがたまるんで、そのエネルギーを使うと大技が。その方に支配されるべきじゃない。このプレイでは、あの今片手と両手結構ね、片手だとさっきの敵の攻撃を防御できる、あとこうダメージゾーンもこうやってエリアでね分かるようになってるんで、ダメージゾーンに入り込んじゃうと、あの仲間が死んだら良くないので、あの飛距離というか、その射程を伸ばすために今両手持ちで、ちょっと外からでも、あの両手持ちの状態だと届くんで、これでもかっこいい。いやいや、でもね、いや、打ってる時は本当にね、自分がヒーローになってる。死んだ魚の目を見た瞬間、これダメって、まあ、じゃあ、あ、これ敵撤退します、はい、これね、撤退するステージが、このクエストちょっと特別で撤退するで、敵の大ボスが落としたドロップアイテムを拾うと、これが、ゲームにも関係してくる。絆が深まるまでにかかる時間を、でね、このセリフ自体はまだちょっと続くんですけど、そうなんです。まあ、これ全部ここでね、紹介しちゃうとまずいんで、あのこれ実は途中で終わったりするんですけど、はい、すごい皆さん気持ち悪い、いい感じに気持ち悪いって、いい感じに気持ち悪いって言われました。嬉しいですよ、本当に嬉しいです。皆様が褒め言葉をありがとうございます。そのリアクションを待ってましたみたいな。本当いい感じに気持ち悪い。そうなんですよね、なんか幼虫、いやでも ああいうデザインだったらもう容赦なくぶん殴れるって。でも VR で今なんか画面で見てるからですけど、結構目の前に来ますよね。あれが目の前に来ますよ。そう、怖くないですか。怖い、怖いは怖くなるように作りました。いや怖いですよ、私絶対叫びまくっちゃうと思います。だから なんていうのかな、設定的に言うと、あくまでこの世界の話の中で言うと、やっぱ恐れられる存在にならなきゃいけないって人工知能はその人間を統治するためにね、イフの対象であるための最適解のデザインが彼の世界ですよ、ああいうあのものだったっていう。あ、まあ、実際うわ嫌だ近寄りたくないみたいな、うん、怖いって思うじゃないですか、うん、それを学習していった、人を食べて記憶を学習していって、うん、あの姿になっているっていう。なるほど、ということになります。あ、私も小川さん、岡村さん、ありがとうございました、はい、続いてはこちらです。前回の放送の質問コーナーで、最大4人までというお話をしていましたが、うん、今回はマルチプレイについても触れていきましょう、はい、今回のテーマ、骨を拾う者たちということで、物語に登場する人物たち、物語に登場する人物たちだけじゃなく、私たちもこの者たちに含まれていたということですね。そうですね、はい、あのアバタールの隊員になれると、うん、いう意味で、あの者たちになってくるで、まあ、実際その複数形ではまあそういうマルチプレイができるっていうところになりますね、はい。まあ、ということでちょっとマルチプレイのお話ができればなと思います。はい、スライドを出ましたね、はい、ロールコビナントでは特定ステージまで進行するとマルチプレイができるようになります。マルチプレイでは最大4人での協力でコプ
プレイが可能です。デウス・エクス・マキナの脅威に立ち向かうためには戦闘時の立ち回りが鍵となります。マルチプレイではボスチャットなどでコミュニケーションを取りながら協力プレイが可能です。仲間との連携によってより強力な敵にも立ち向かうでしょうと。でそうですね、もう一個ちょっとあのスライドに書ききれなかった部分としては、あのさっきあのボイスオーバーが鳴ったりしてて、その戦闘中にも結構ところどころその物語が進展するシーンが入ってくるんですけど、あのそれもマルチプレイであの4人で一緒に体感できるふうに設計してありますと。あとこうマルチプレイ中は、ね、あのマイクをオンにして、ね、あのみんなで話しながらもできるんで、なんかそのより自分がアバタールになってる感じもするし、うん、あの気軽に後ろに回り込めとかいろいろ言い合えるんで楽しいんですよね。やっぱその普通のマルチじゃなくて VR ならではのマルチみたいなところもあって、さっきも言いましたけど、やっぱもうあの外界がシャットダウンされた状態で、うん、あのやるんで、やっぱその世界であの友達に会ったみたいな感じで、あのやれるんじゃないかなと思いますけどね。あとこうあのコントローラーでこう直感的にね、あの手を振ったりとかあのできるので、ボディランゲージがこう、これも気軽に伝わったりとかして、下川さんとかとんがってるもん嫌いなんで、下川さんにこうやってとんがってるもん好きな人いないですかいないですか下川さんがわーって言うんで、いつもやるんですよ面白くてねなんかマルチプレイのやるといつもやる、そんなお約束みたいななんか性格出ますね本当だよ本当だよそんな風にみんなでワイワイちゃんと受け入れてる俺の性格も出るんですよ それぐらいこうダイレクトに直感的にこうはい、あの本当に自分の体を、まあ、動かして、そうそう、あの、コミュニケーションが、ね、取れるんで面白い、なんか今までない感じですよ、ね、そう、やっぱボディーが、あの、360度その世界だっていうのとやっぱボディーランゲージができるんで、確かにあのそれはちょっとバイバーイとか、うん、私もゲームするときあのボイチャーしかやっぱできないので、はいはい、それがなんかこの別世界でなんかもう本当リアルに止まって、うん、この世界にいる感じでできるってすごい魅力的ですね、うん、いやもう本当にそれも100点で100点ですか、ありがとうございます、はい、100点、いやでも本当にそうですよ、なんかちょっとなんかこう、あもちろんそのいわゆるこうゲームのマルチプレイの人も面白さもあるし、そういうなんか VR ならではのこう入り込んだ世界でのなんてコミュニケーションの楽しさみたいなのもこうできるので、ちょっとぜひこの辺もやってもらえると嬉しいなみたいな感じがします、はい、でそのマルチプレイはこのそれぞれ ね、あのプラットフォームでもあのできるんですが、あのメタクエストと、まあ、Steam ではクロスプレイも可能ですので、ぜひその友達とねプラットフォームを超えてもぜひ一緒に遊んでほしいなと思います。本当に、はい、すごい楽しみですね、うんうん、でそして今回またしてもいろいろなワードが出てきたわけですが、いつものキーワード一覧を見てみましょう。どうぞ、うんうん、だいぶね全部話しましたよね、うん、だってもう残りは神殺しとアシュラシリーズリマスタリングですが、はい、あの神殺しは今日ねタイガーのところで、はい、あの触れて下川さんが説明しちゃいましたね、しちゃいましたね、もうあのあ神殺しは俺の記憶が確かならうっかり喋ったやつじゃないと、ね、言わなきゃいけないことだった、はい、もしかするとこの中にはあのスタッフの予定にないものを俺が説明しちゃったことあったかもだから数の計算が合わなくなってる可能性ありますけど、神殺しはあのちゃんとあの説明しろって言われたから説明したんですで、そうなると残りはね、あのアシュラシリーズとリマスタリングの2つですかね、はい、まだこれどちらにするか迷いますね、でもここはもう残り2つなので、ちょっとぜひとも贅沢に2つともご紹介っていうのはどうですか、下川さん。やってみましょう。おー、はい、やった、いいかな、いいと思いますよ、はい、いけるんじゃないのかな、うんうん、はい、いいですか、大丈夫ですか、はい、時間的に、はい、順番をね先に伝えないとこう切り替える時間とかあるんで、はい、はい、どっちだ、どっちに行きます、じゃあそうですね、はい、そうアシュラでいきましょう、はい、はい、あ出た、出ました、
ずっとこの配信の、ね、そうそうそう背景にあった、うん、そうなんですよ、これでも、ね、いいデザインできたなって。まあ、要するにあのメインコンピューター、東京アークにあるメインコンピューター、これコンピューターです、計算機です。 これがですか、はい、これがですか、いいんじゃないデスクとかにあったら嫌ですね。いやかっこよくないですか、これ、でもこんなんいたら。でもデスクにあったらちょっと夜とか怖くないですか。フィクションだから。いやいや、あので、まあ、東京アーク、あのね、シリーズってあるんで何台もあるんですけど、これは東京アークにある、アシュラですね、まあ、これによってこう量子計算機が、ね、あの膨大な処理ができて、この計算のがあるからあのイブがあの起動していると、うんうん、まあ、そのイブの起動以外でもこうやってるあの重要なものになりますと、はい、こんなところですかね、はい、じゃあ続いて、はい、あどうぞ、あどうぞ、じゃあ続いて、はい、そうですね、リマスタリング、リマスタリング、うん、はい、お願いします、はい、あ、なんか綺麗、綺麗ですね、これね、岡村さんが頑張ってしたんですけど、まあでもちょっと先設定言うと、これはね、あのリマスタリングの途中段階なんですね。リマスタリング何かっていうと、あの簡単に言うと、アダムが起こそうとしている世界の初期化、あの世界をより良いものにするためにはもう、作り直しちゃった方がいいだろうと、あのアダムは思ってて、人工知能はね、人類を滅ぼそうとして、だからあの初期化しようとしてるから、あの人類を滅ぼそうとしてるんですけど、そのメタコードっていう神様がこの世界を記述したであろう、あの言語によってその世界の書き換えをしようとしていると、それがリマスタリング。で今はまだあの途中までしかできない、それはメタコードの解析が、完全に終わってないから。でその完全に終わらせるために何をすればいいかっていうと、あのそのを完了させるためには東京アークの最深部に行かねばならない。なので、あの敵が東京アークに目指して進行してきていると。その最中から物語が始まるという形になる。だからこれが本当に進行してしまうのか、それとも食い止められるのかっていうのが、あのこのゲームの、なんていうんですか、主人公の動機というか、起きた時の一つです。で、その途中の状態の絵を、まあ、さっき言いましたけど、あの頑張って作ってくる。これはあの大事なものなのでっていうのを分かってくれてるんで、この綺麗になっていると。すごい綺麗で、初期化の最中、まあ、実際ここでもね、あの背景を作っていかなきゃいけない時があって、うん、でいろんなプラットフォームにこう対応している中で、ここはね、そのクエスト版で調整するのがすごい大変だったので、あの開発のメンバーの方もすごく試行錯誤して、うん、あのこのクエスト版でもこういう絵作りを、ね、してくれて、うん、すごく思い出しようと、うん、開発的にも思い出しようと、うん、大変だった場所ですね、はい、綺麗ですね、街が浄化されてるよね、まあ、まさにそうそう、初期化なんでね、あのまっさり汚いものをまっさりしちゃおうみたいなところ、うん、これもあの1ヶ月後に、うん、あの劇版で見れるみたいな、うん、はい、楽しみ、野川さん、岡村さん、ありがとうございました、はい、以上ゲーム情報でした。続いてはこちら、質問コーナーです。こちらのコーナーでは事前に皆さんからお寄せいただいた質問に開発陣がお答えするというコーナーです。今回からもっと皆さんに参加しやすくしていただくために、公式 X でも僕、募集しました。ぜひ皆さん気軽に参加してください。早速ですが見ていきましょう。一つ目の質問はニックネームシーラさんからです。と質問が、イブの茅野愛さん以外のキャストが発表されていませんが、他にはどなたが出演されているのでしょうか、ということですが、キャストに関してはちょうどね、今回の放送で、まあ、答えることができたって感じですよね。そうですね、うん、まさにあの気にされてるだろうなみたいなところ、うんうんうん、なんでちょうど今回の放送を見てスッキリしてくれたんじゃないかと思います。 ありがとうございます。では2つ目の質問に行きますね。ニックネーム桜前線さんからです。死の追体験で記憶を移植するとありましたが、記憶を移植すると主人公は記憶が増えていくのでしょうか、そ
それとも元の記憶をなくしてしまうのでしょうかということですが、はい、まあ、でも本当さっきあのゲーム冒頭のプレイ動画でイブが出たことがこれも答えになるかなみたいな、うん、あのコンフリクトが起きちゃうので、うん、あの人格としてのあなたはここで徐々に死んでいきます、別人格になるでしょう、だからあの感謝をとイブは言ってましたけど、あらゆる死に感謝をみたいな、あのそういう過酷な運命を背負っているという形になりますね、はい、ちょっと創作と似てますね言っちゃう、まあ、でも書いてる人が一緒だから一緒だから、はい、はい、ありがとうございます、はい、質問をお送りくださった皆様もありがとうございました。ありがとうございました、はい、以上質問コーナーでした。はい、あっという間にエンディングですね。いや盛りだくさんだったな。いやもう本日の放送いかがでしたか。いや結構多かったですよね。多かったですね、はい、でもすごい盛り上がってます。多いせいかリハの時にあのスタッフがなんか下川が多いみたいな下川肩って言ってました。下川さんが喋りすぎるから下川肩違うだろうよみたいな台本にそう書いてあるんだ台本に下川肩は書いてないそれは書いてないですけどあの盛りだくさんにしたのは俺らじゃないじゃないでもほらね、あの、うん、遊んでいただく方に対してしっかり情報を届けなきゃいけないし、やっぱちょっと今日はめあの、ね、発売日発表できたっていう舞台だから、ね、本当にもう、はい、楽しみすぎますよ、ね、1ヶ月ね。いやでも伝えきれ、まあね、まだまだね伝えたい、そうまだあの伝えようとしているテーマはね、そうそう残ってますから。そうそうそう、でその今回はねその出演声優さんのお話をあのさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ね、はい、お、あ、そうそう、これね、これはこれ収録時の写真なんですよ。そうそうそう、であのプロモーションのスタッフが、はい、撮影してくれた。一番しんどかった俺が。人生で一番しんどい、あのしんどいってあの体力的によ。もうあの本当に忙しい時期でした、ね、下川さんにもちゃんと Wi-Fi がたくさん入って下川ワールド全開ってことですか。そんなことないだろたまたまやないかそんなちょうどいい位置に収録に関してあの下川さんのビッグエピソードがあるんですよ。え、何ですか。あの収録スタジオって、うんうん、こう2カ所割とこう使ってたんですね、あの今回はね。で、あの次の日はこの A と A っていうスタジオと B とスタジオがあって、A っていうスタジオなんで下川さん絶対に B っていうスタジオに行かないでくださいね明日はって前日に笑い話のように話したんですよ、うんうん、で次の日になったら下川さんが来ないおかしいなおかしいなってこう一緒に行ってるね現場のスタッフとかもおかしいなって言って連絡したら、うん、あのもう一個の方のスタジオに案の定行っちゃっててちゃんと前日に話してたのに行っちゃったんですか。前日に言ってるのにあの間違えてね、もうこれもひっくるめて下川ワールドだなっていう話になった。もうそれも含めてもう笑うしかないですよ、ね、本当ですよ。もうでもたまたまねすごいそのこのスタジオ同士がすごい遠いわけじゃなかったんで15分ぐらいですかね。そうで事情をタクシーの運転手さんに言ってすっげえ飛ばしてくるっていう、ね、ほとんど遅れてる、ね、制限速度範囲内で飛ばしてくださいね。そうそれは守ってますよ多分。急いでくれたんですね。だからでもさっきも言いましたけど本当にねあの一番忙しいボイスもありゃあの本当開発のいろいろも差し迫ってたんで、あのもう聞いた話からこうあの忘れていくような状態だったんで、ね、この時期の俺は本当に人としてポンコツだったんです。今もそうだって言われるかもしれないですけどこの時期は本当にポンコツでした、ね、いや目まぐるしい日々だったんですね。一番忙しいや人生のでこう何本かあの時忙しかったなってのありますけど、これ今ダントツで人生で一番忙しかった時期。いやなんか思い出すとなんか意外だと痛くなってくるので。でもまあね収録自体はすごく楽しいというか、あのそのキャラクターに命が吹き込まれる瞬間だからね、ピリピリするんですよ自分的には。その吹き込まれる瞬間だから生まれる瞬間ですからねやっぱりね。こう今までねあの下川さんもあの作ってるメンバーもイメージはあるんですけど、やっぱ実際あのこの今回演じてくださった声優さんたちに声を吹き込んでもらうとなんかこうファーって咲くみたいな感じがありますよね、うん、そうですね。
あれが台本ですよね。あれが台本で。そう。本当はね、あれもっと分厚い、多分。そう、あれはそれぞれにキャラクターごとに分けてるやつなんで。めちゃくちゃね、そのさっきボイスオーバー見てほしいって、ボイスオーバーがすごい、増えちゃって。増えちゃってって、俺そう増えちゃってすごいたくさん増やしたんですよ急遽増えちゃったら、はい、こう、まあ、自分の首を絞めちゃったみたいな。で、そう、今回キャラクターと出演俳優さんの情報を公開したんで、それをね、記念させていただいてキャンペーンを開催したいと思います。こちらです。わ、はい。で、今回紹介したイブ役の茅野愛さん、イリア役の木下沙耶香さん、タイガー役の竹内俊介さん、サラ役の真央さん、エイト役の木村良平さんの寄せ書きサイン色紙を抽選で2名様にプレゼントしたいと思います。これでもう、こっちできるかな、これ、ね、ちょっと白地に、このイラストなんで白地に、うん、ここに書かれてる、白いペンで書いていただきたいんで、ちょっと見えづらいかなと思うんですけど、全員書いていただいているこちら の色紙をプレゼントさせていただきたいと思います。すごい豪華じゃないですか。本当ね、みんな、我々も欲しいぐらい。いや、本当ですよ。応募してみたい。いいんですか。いや、ダメです。まあ、応募しても弾きますけど、ダメです。別枠で作りまくってで、このキャンペーンの開始時間はこの放送の後の、そうですね、9時半から21時半から22時ぐらいかなに開始、ソルコの公式、X を、フォローして、対象のツイートをリポストすることで応募完了になりますので、うん、ぜひ皆さん参加していただければなと思います。お願いします。あ、はい、たくさんコメントも、ね、下川 Wi-Fi 下川Wi-Fi 本当に今日の放送で伝えたいことが伝わってますかね。なんか別のことが下川 Wi-Fi、 ちゃんと欲しいって書いてくださってる方もいるんで、ね、伝わってますよ。ゲーミングアシュラ面白いな。その上にももさん面白いとか本当だ、ちょっと本当だ、大丈夫ですかね、コメント。大丈夫です。はい、では次回予告に行きましょうか。はい、はい、次回はこちらですね。はい、世界観を創出する音と演出です。音ということは今度は BGM がメインのお話ということですかね。はい、まあ曲についてとか、うんうんうん、収録現場風景なども含めて、うんうん、お伝えを、できればなと考えてます。うんうん、その他そのストーリーの、まあ、見せ方とか演出面のお話なんかも次回のテーマの中で、やっていきたいと思うので、楽しみにしていただければなと思います。うん、今日の、ね、動画でも、ね、結構曲流れてたと思うので、はい、なんで皆さんもちょっとずつ、ちょっとずつ聞こえてたと思うんですけど、うんうん、次回はその曲がね、そうなんですよ、メインテーマでやらせていただきたいと。 そしてなんと次回はゲストがいらっしゃるんですよね。そうなんです、うん、もう次回ゲスト、もう言うのやめようかな。なんで、なんでそこ食べるんですか。言ってください。はい、次回ゲストこちらになります。はい、作曲家の水田康則さん来てここに来てくださるということで、もう本当楽しみだなと思って。そうですね。はい、で、今回はソルコのすべての曲を水田さんにお願いしたのですが、そんな水田さんがこのソルコ深い技術にお越しくださって、BGM の話をこうじっくり、届けていきたいなと思います。これもね、本当に一番こう忙しい時期に BGM の話もしちゃダメですよ。来週次ですよ。次、いや、じゃあ久しぶりに会うって話ですよ。久しぶりに会うんですよ。なんで楽しみですよかったよかった。いや、言わないから、言わないから BGM の話しようかなみたいな。久しぶりに会うんで、ぜひ次回まで撮っといてください。はいはい、で、次回は4月10日水曜日の予定となっております。お楽しみにしてください。で、詳細は公式アカウントから、発表していきますので、ぜひともフォローや登録の方をお願いいたします。はい、ということで名残惜しい放送ではありますが、では最後皆様からお別れの挨拶をお願いします。では下川さん、お願いします。はい、
今日だいぶ盛りだくさんでしたけど、うん、あの発売日の発表とかってね、あの多分次回も結構盛りだくさんになるのかなと思うので、うん、ちょっとぜひね次の放送も楽しみに待っていてもらえればなと思います、うん、はい、ありがとうございます。続いては岡村さんお願いします。はい、今回は骨を拾う者たちというテーマで登場人物と、まあ、マルチプレイについてお話をさせていただきました。でそれぞれ のキャラクターたちのことが少しずつだとは思うんですけども伝わっていれば嬉しいなと思います。でそしてマルチプレイもすごくシンプルで気軽に遊べるものなので友達とぜひワイワイ遊んでほしいなと思っています。ありがとうございます、はい、私も帰ってこれたのでまたご一緒に、はい、本当ですね、ぜひよろしくお願いします。盛り上げていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではそれではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。バイ。